アルタクシアス一世は、アルタクシアス朝の子祖である、アルメニア王国の君主。名はアルメニア語では、アルタシス、ペルシア語では、アルタクセルクセスとなる。アケメネス朝及び、セレウコス朝の下で、サトラップとして、アルメニア一帯を治めていた、オロンテス朝の一族であり、主肉の豪族であった、ザリアドレスの息子。アルメニアへのパルティアの進出を警戒した、 セレウコス朝のアンティオコス3世に支持されて、紀元前200年頃に父と共にオロンテス朝に対する反乱を起こし、セレウコス朝から大アルメニアのステラテゴンとしての地位を与えられた。その後、紀元前190年にセレウコス朝がマグネシアの戦いで共和制ローマに敗れると、紀元前189年、アパメアの和訳によって正式に アルメニアの王号を与えられた。こうして、史上最初のアルメニア人による独立国家アルメニア王国を打ち立てたアルタクシアスは、独立直後から領土の拡張に乗り出し、東はメディア、北はセバンコ北西、西はエルズルムまでを支配下に入れた。そして、これらの領域ではアルメニア語が共通語として使用されるようになった。父、ザリアドレスが収めていた。 ソフェーネ王国の併合も試みたが、これには失敗している。さらにアルタクシアスは、オロンテスアサの影響を出す,すべく、アラクスカワサガンに、ヘレニズム様式に基づく、新種とアルタハタを建設した。紀元前165年には、シリア沿岸とメソポタミアの奪還を狙う、セレウコスアサからの攻撃を受け、アルタクシアスはアンティオコス4世に敗れた。 しかし効能と引き換えに解放され、アルメニアの支配を続けた。その後、紀元前160年に、大はアルタバスデス一世へと受け継がれた。ありがとうございます。